どうもー、ジャクロでございます。さあ、今回はですね、私事ではございますけれども、eフットボールポイント10万ポイント達成いたしました。はい、ということで今回はですね、使用期限もね、迫ってるということで、1人2人ぐらいね、交換する選手を決めていきたいなと思います。その中で、おすすめの選手を、簡単にね、紹介してから決めていきたいなと思います。交換選手を選ぶポイントとしましては、課金勢の方は、もちろんアイコニック何体か持ってるとは思うんですけれども、手持ちのね、アイコニックを見ながら、選んでいくっていうのと、どのクラブチームでブーストをかけていくかっていうところを基準にね、決めていただけたらなと思います。で、無課金の方は、プラスアルファして、自分の手持ちの FP 選手を見てですね、例えばラインブレーカー、あんまりいいの当たんなかったなっていう方は、ラインブレーカーの選手を選んだらいいと思いますし、センターバックの FP 選手結構少ないなっていう方は、ディフェンス、中心に選んでいったらいいのかなと思います。そしてポイントの有効期限なんですけれども、取得してからだいたい半年180日で有効期限が切れてしまいます。初回はですね、ログインキャンペーンとかありまして、大変多くポイントを稼げましたけれども、それ以降は基本的にイベントが終わって、マッチデイとか、コナミさんのイベントをしっかり参加することによって、だいたい15000円前後獲得できるのかなと思います。ちょっとマッチでサボってしまうと1万弱になってしまうので、最近ね、始めた方はですね、だいたい頑張れば2ヶ月ぐらいで、2ヶ月ちょっとで、1人交換できる計算になるのかなと思います。なので、1月から e フットボールポイント貯めてきた方はですね、なるべく、今月中に交換するのをお勧めいたします。最近ポイント貯め始めた人はですね、半年ぐらい期限がありますので、ゆっくり考えて選んでいってもいいのかなと思います。ということで、私のおすすめの選手なんですけれども、まずですね、ボックスストライカーで言うと、バティストゥータ、ファンバステン、エウベル選手がいるんですけど、ファンバステン選手がこの中で言うと一番使いやすいのかなとは思います。で、ラインブレーカーね。ラインブレーカーはフォルランとデルピエロなんですけど、この2人はですね、やっぱり似たタイプがね、他にあんまりいないっていうのがですね、取るべき価値がすごく高いのかなと思います。フォルランはラインブレーカーでありながら、ワンタッチパス、スルーパス、両持ちの選手なので、これを持ってる選手っていうのは本当に限られてくると。で、デルピエロ選手に関しては、スルーパス、ワンタッチシュート持ちで、ドリブルもすごく長けているというところがポイントですね。この2人に関しては、2ラインブレーカーとか、DG3CF でラインブレーカー中心に組む場合、あとはですね、トップ下 OMF で無印で使ってもすごく使用感がいい選手なので、どちらか1人は持っておきたいところかなと思います。で、あとはベルカンプ選手ね。ベルカンプ選手もチャンスメーカーなんですが、オフェンスセンス決定力までの能力値はメッシとそこまで変わらないですし、少し重たいんですけれども、フィジコンボディコンのバランスも高いので、無印でセンターフォワードでラインブレーカーの相方として起用するのが一番いいのかなと思います。この選手も非常におすすめですね。で、グリーンウッド選手はアイコニックじゃないんですけど、めちゃくちゃ化け物なので、ポイント余ってるんだったらこの選手は取った方がいいですね。で、あとはですね、ユングビリ選手もですね、オフェンスセンス決定力十分にあって、スピードもあって、ワンパワンシューチェイシング持ちなので、トップ下 OMF とかで使うと結構使用感がいいのかなと思います。もちろんサイドハーフでも強いと思うんですけれども、個人的におすすめはトップ下 OMF ですかね。で、ピレス選手はですね、能力すごく高いんですけど、適正ポジションがすごく少ないんですよ。なので、能力はもう申し分ないですし、スキルもね、ダブルタッチ、ワンタッチシュート、ワンパスルーパス、全部持ってるので、使用感すごくいいんですが、監督としては、3バックの監督とか、4222をメインで使ってる方は優先して取っておきたい選手なのかなと思います。で、ネドベド選手ね、攻撃的ボックス2ボックスの中では、最上級の選手で、本当にフォワードの選手と変わらないくらいの能力のバランスですし、ワンパスルーパスを持っているので、この選手も中盤の中では最優先して取りたい選手なのかなと思います。あとはグッティ選手もですね、チャンスメーカーではあるものの、前線までできる選手なので、能力のバランスもいいですし、フィジコンボディコンのバランスもいいと。で、ダブルタッチ持ちでワンパスルーパス両方持ってるので、この選手も前線とかで使いたい、まあ、選手かなと思います。で、あとはロブソン選手ですね。で、ロブソン選手は2列目の飛び出しなんですけれども、中盤の2列目の飛び出しの選手の中でも、もう欠点っていう欠点がないんですよ。どこも尖ってないなっていう感じで、まあ、逆足もすごくいいですし、まあ、ディフェンスもできるっていうところが、まあ、すごくいい選手ですね。あとはワンパワンシュがついてるので、中盤の2列目の飛び出しの選手の中では一番使いやすいので、まあ、4312とか、まあ、技術 3CF のサイド CMF に閉じてとかでもすごく使いやすいので、まあ、この選手はぜひおすすめしたい選手ですね。あとはですね、まあ、プティ選手も中盤サイドバックセンターバックユーティリティ性が高いので、まあ、こういった選手もすごくね、使い勝手がいいんですよね。なので、まあ、余裕があればぜひ欲しいですね。で、あとはアーウィン選手も両サイドバックできるので、まあ、この選手もね、万有でスカッと組んでる人は持っておきたい選手かなと思います。あとはマルディーニ選手もいいですね。で、サイドバック、サイドハーフ、センターバック全部できて、まあ、パスの能力も十分ありますし、まあ、守備力も高くて逆足も高いので、まあ、事故りにくいですよね、すごく。この選手もバランス良くて、まあ、すごく使い勝手がいいので、まあ、取っておきたい選手かな。で、プジョル選手に関しても、まあ、サイドバック、センターバックができて優秀なんですけども、まあ、ちょっとね、身長が他のセンターバックと比べて劣ってしまうのと、まあ、スタミナの部分ですとか、スピシュンの部分がちょっと不安はあるんですけど、希少なね、ワンタッチパス持ちのセンターバックなので、まあ、守備力十分あるし、その辺は事故りにくいので、まあ、この選手もね、非常にいいかなと思います。で、キーパーに関してはやっぱりカーン選手の方がいいかなと。まあ、身長も十分ありますし、まあ、ゴールキーパーの能力は申し分ないんでね、まあ、この選手も、まあ、キーパーで取るんだったらカーン選手の方がいいのかなと思います。はい、ということで、まあ、大体個人的にはそんな感じのバランスなのかなっていうところですね。で、あとはですね、まあ、トッティ選手もすごく強いですね。まあ、守備範囲広いですし、オフェンスセンスから決定力も十分高いと。ただ、まあ、若干スピードが重たいので、まあ、ちょっと癖はあるかなと思いますけれども、まあ、ナンバー10好きな方はですね、まあ、トッティ選手もすごくおすすめかなと思います。はい、あとは中田選手ですね。中田選手も、まあ、チャンスメーカーでありながら、まあ、適正ポジションすごく多いですし、まあ、能力も十分ありますよね。まあ、体も強いっていうところもポイントなんですが、まあ、ワンパ、スルーパス、そしてスパサブがついてるということで、まあ、中盤の機会でスパサブがついてる選手です少ないので、まあ、この選手も重宝するのかなと思います。はい、ということでまとめなんですけれども、まあ、前線の選手でいうと、まあ、ホルラン、ファンバステン、デルピエロ、ベルカンプ、まあ、この4人のうち自分の持っている選手と比べていないタイプの選手をね、取っていったらいいのかなと思います。で、中盤に関しては、まあ、スパサブでいうと中田選手なんですけれども、まあ、ネドベド、プティ、ロブソン、まあ、この3人プラス、まあ、監督のフォーメーションによってはピレ選手とかユングブレ選手もありなのかなというところですね。ディフェンス系でいうとプティ、アーウィン、マルディーニ、プジョルなんですけれども、まあ、この中だとマルディーニ優先して取りたいですね。あとはキーパーだったらオリバー・カーンという形になります。はい、ということで、私は一応10万ポイントあって、まあ、もうちょっと貯めれば4人交換できるぐらいなんですけれども、まあ、使用期限のことを考えると、まあ、今回は2人ぐらい交換して様子見ようかなとは思います。で、一応自分の手持ちから考えると、今回はですね、このベルカンプ選手、そして、まあ、中田選手かなとは思っています。まあ、他は持ってる選手結構多いので、あとはですね、もうちょっと待って新しい選手が来るかどうかというところを見ながら、最終的には判断していきたいなと思います。あとはグリーンウッド選手もちょっと取ろうかなとは思います。なので、私は今回は、ベルカンプ、そして中田選手と交換していきたいなと思います。はい、ということで、まあ、少しでもね、皆さんの参考になったらいいのかなとは思います。ということで今回は以上でございます。次回も V レアプリ2021で会いましょう。さよなら。